ひどい状況。時間の流れの影響がこれほどとは。調理は大丈夫？今のところはね。採取が制御を失う前に何かしらの策を施したのかもしれない。それでもこの安定がいつまで持つかはわからない。漂白者、わらわの身に何が起ころうと決して足を止めるな。ただ自分のなすべきことをなせ。漂白者、どうした？コーチンを？それは上昇さんに間違いないね。となるとその夢は高蘭類書の記述とほとんど合致するね。100年前残像が光竜に侵攻した時、コーチンもまた戦場となり壊滅寸前のところまで追いやられた。でも採取が天より舞い降り、時間を操る力で残像を退治した。コーチンはこうして守られたという。漂白者、その夢は単なる夢じゃない。それはかつての記憶、そして導きだ。コーチンは上昇山の中心、わらわたちを探しているのだったら確かに効率的ね。そう、でも網であれば目もあるはず。共鳴能力を使った形跡、フラクトシデスのではないな。コンシカ。
どうやらやけに差し迫った状況だったみたい。これはコーチンの人とも何か関係ありそうね。あとはこの先に続いている。これをたどろう、漂白者。くれぐれも用心は怠らないように。加速します。跡が途切れた。この辺りで探してみようか。きっと手がかりがあるはず。フラクトシデスのメンバーが反撃を受けてる。これはあの子がやったものね。この調子で能力を使っていたら身を削る消耗は避けられない。でもあの子にだってそれぐらいはわかるはず。なら、コーチンの人を避難させたということ。ジョーリー、あとはこっちに続いてる。来たね、行こう。
ない発見。池の近くでまた消えた。漂白者、この辺りにあるものに注意してみて。この花瓶、気になる。木の裏に何かある。行ってみよう。ここにも遮断光幕がある。今回の最高条は3つ。漂白者、遠距離攻撃で解除をお願いね。お前たち何者だ。待ちなさい。シーン様。この方はコーチンの客人です。今週の連員に続き変定の作詞、ここも闘争の火中に放り込まれたというわけですね。チョーリー、お久しぶりです。神医様、変帝での任を辞した後隠居されたと聞いていましたが、お互い望まぬ形での再会となってしまいましたね。ええ、私もコーチンの外と関わりを絶って久しい。ですがこうも次々と異変が降りかかればそうも言っていられません。こちらの方は？そうですか。私のことは真意と呼んでくれて構いません。では二人とも一緒に来てください。Thank you.
あなたたちが探しに来たお方ですが、つい先ほどここを立たれました。今頃光天石に到着したところでしょう。外の人が食帝遺跡と呼ぶ場所のことです。神医様、詳しくお話しいただけますか？それは。他の者は、逃げ遅れた者はいませんか？生存者の退避はすでに完了しています。よかった。そのまま身の安全を守ってください。最初の共鳴者である余が核の存在を感じられなくなりました。世の共鳴能力も弱まってきています。おそらく妻子も危険な状態に。
シーン様、乱れが発生する前に採取の居場所を教えてください。世の力で時間を安定させられる範囲はごくわずか。これが世の限界。この災難を真に解決できるのは採取だけです。乱れが暴走するとき、採取が休眠する場所、流民邸に向かったのを目撃しました。フラクトシデスに囚われたのもおそらくその時でしょう。しかし相手は採取の機関によって発動する防御装置の存在を知らなかったようです。装置の作動に気づいた我々は、なんとかフラクトシデスの一部を倒すことができました。ですが、この状態の流民邸を再び解放するには、光天石で封鎖を解除する神格を手に入れ、密室の制御装置で使用する必要があります。わかりました。でしたら夜はすぐに光天石へ向かいます。その体では無茶です。ここは私に任せてください。夜が離れればフラクトシデスが襲ってくるかもしれません。ここに残るものが必要です。皆を頼みます。わかりました。あなたの命であれば従いましょう。ここへ来る前に聞いた、いずれ戦う運命にあるという予言。きっとこの一戦は今週の行く末を決めるもの。フラクトシデスの空ごとをやすやすと信じるつもりはないが、採取よりも強い存在となった時、今週の未来をつかむことができるとの予言もある。このことについてもっと詳しく聞かなければ。このようなことがありました。まだわからないことがあります。フラクトシデスが採取を監禁した方法です。食帝は流民邸の増築に携わったと聞いています。彼らの研究、何か関係しているのでは。その件については私が調査しておきます。ですが、その方法が何であれ、流民邸が解放されればフラクトシデスも動き始めるでしょう。それはかえって好都合です。わらわは漂白者と共に光天石へ赴き、レイン様を探しましょう。我々が派手に動けば向こうも本腰を入れてくるはず。そこを狙い。
一網打尽にするのですね。わかりました。密室横の通行を許可します。後天石へ向かうのならそこを出て南へ行ってください。心得ています、真意様。上昇山から始まった運命にここに戻った霊院、やはり何か知りたいことでも。確かにこの危機が高知に与えた影響は大きいものでした。何せ急にやってきた天災です。日常の中にいた大勢の民が乱れに巻き込まれてしまいました。ここにはあれほどの力に抗う術はありません。霊院の助けがなければ死傷者の数はもっと増えていたことでしょう。それも賊のせいです。採取に罪はありません。そもそも妻子がいなければ上昇さん、いえ今週は残像町に襲われとっくに滅んでいたでしょう。それに今の状況が悪化しないのは妻子がこの土地を守ってくれているおかげです。先祖の代に訪れた天災は妻子が退けました。ですが今は霊院の他に希望はない。何か知りたいことでも。妻子と共にある装置がこの上昇山に落ちたと言われています。それは流民艇と名付けられました。遠い星の先から来たとされている採取が休むための装置と考えられたからです。ただ今の技術力では完全な解明には至っていません。そういえば妻子の状態が以前よりも悪化しているように見えます。特にこの数ヶ月は流民艇で休むことが多い。加えて妻子の口から何の答えも得られていない。どうしたものか。何か知りたいことでも。流民艇を封じた装置を作ったのが食艇です。しかし研究のため上昇山へ来た彼らをここの民は快く思いませんでした。彼らが行った研究は採取への冒涜に等しかったからです。幾度となく流民艇に入ろうとしたことも民の嫌悪を助長させた原因でしょう。ですが双方はすぐに打ち解けました。食艇の人間は生粋の学者で採取を害するつもりは一切ないと分かったからです。そこである取り決めが行われました。高知の民は食艇の研究を邪魔しない、
その代わり食帝は祭主の眠りを守る装置を作ることを約束したのです。ただ当の祭司はそのことに対して一切の意見を示しませんでした。当時の住民はそれを暗黙の了解と捉えたものの、その神殿にあるものは誰にも分かりません。何か知りたいことでも？神格を使った解放の手順が面倒なことは認めます。ですがこれは安全を考慮してのことです。二箇所に分けて保管された鍵、二重の保険といえば分かりやすいでしょうか？何か知りたいことでも？かつて祭司は結界を敷き残像町を退けました。その時生まれたのが外よりも遅い工賃の時間の流れです。その影響で時間の流れが遅い場所から出る、つまり上昇山から出るには過ごした時間に応じた寿命を代償として支払わなければいけなくなりました。その時代償を嫌って山を出た若者がいます。その者たちによって築かれたのが今州です。反対に残ることを選んだ者たちは山を守った祭司を神として祀りました。山にその姿を刻み込んだのもその現れです。では吉報を待っています。私もなすべきをなしましょう。何か知りたいことでも？かつて祭司は結束の影響で時間の流れが遅い場所から、その時代償を嫌って山を出た若者がいます。反対に残ることを選んでは、何か知りたいことでも？では前から孔子のことを知っていた。孔子は生まれてすぐ力を見出され、祭主の共鳴者となるべく偏帝で育てられた。神医様のみならず偏帝に仕える人なら多少なり彼女の面倒を見たことはあるだろうね。あの子は幼い頃から責任を押し付けられ、子供ながらの佐賀を殺して生きてきた。霊院に着いた時だってまだ10代。その肩にのしかかる重荷は想像を絶する。Thank you.